はい、今回は大きめの G が採集できたので標本にしていきたいと思います。まずは体についた汚れをきれいに落としていきましょう。次に標本を入れる箱にピンを刺していきます。刺したピンの頭に接着剤をつけます。そしてピンの上に G 本体を慎重に乗せましょう。データラベルも忘れずに書きましょう。これで G の標本の完成です。インテリアとしてもおしゃれなので、お部屋の壁に貼り付けるのもおすすめです。皆さんも G を採集したときは、ぜひやってみてくださいね。それではまた。バイバイ。